NHK の高瀬耕造アナウンサー、47、小山慶アナウンサー、46、が22日、第、晩市の NHK 大阪放送局で行われた2023年度、新キャスター取材会に登場した。兵庫県加古川市出身の高瀬アナは、関西での生活が28年ぶり。一からいろんなことを学びたい。人の動き、街の動きを発信して、行きたいと意気込んだ。2月末で同局を退職した武田真一アナの後任として武田アナが担当していたニュースキン5時、江藤ニュースなどを4月から引き継ぐが、ニュースに付加価値をどうやったらつけられるか。大阪なので面白いの値が高いのは分かっている。自分のトーク力、伝え方を研究していきたい。一つお手柔らかにお願いいたしますと笑顔を見せた。これまではほぼ報道分野で仕事をしてきたが、ニュースキン5時では寸劇のような役回りも期待される。異動にあたり、先輩から大阪に行ったらお笑い関係者にいっぱい会え。それがお前の今後を切り開くと助言されたと、いい、小籔千豊との共演を心待ちにした。さらに、同番組について、あれは本当にニュースなのかっていう番組でもありますが、どこからがニュースで、どこからがトーク番組なのかという境目はどうでもいいかなと思いますと話しながら、寸劇っていうと、朝ドラを送ったり受けたりはしましたが中に入ったことはない。ただ、喫茶店で深刻な話をしている奥で、口パクでやりとりしているお客さんとかいるじゃないですか。ああいう職人技みたいなものをやってみたいと、脇役出演に色気を見せた。高瀬アナといえば、14日放送の日本テレ、美形、踊る、さんま御殿に出演。稲垣吾郎に見た目を寄せる、吾郎プロジェクトを始めたことを明かし、確かな爪痕を残した。その後の反響は、おおむね好意的に受け止めてくださってるみたいと話しながらも、吾郎さんネタについては、もう少しパッケージとして面白くできるはずだった。編集的に上げていただいて結果は良かったですけど、我、郎さんの本当のファンの皆さんに申し訳ないと反省。一方で放送を受け、NHK 広報のツイッターが、稲垣我、郎さんファンの皆様、うちの高瀬がどうもすみません。とツイートしたことについては、私たちに何の断りもなく、高瀬がすいませんってつぶやくて。一回会いに来てほしい。昔からなぜかいじられるんですよ。何なんだろうと不満をのぞかせ笑いを誘った。大阪に移動してからも、吾郎プロジェクトは続けていく予定で、なにわ吾郎という新しいチャレンジを始めてます。皆さん気づいてくれました？もう止め、寝られなくなってますとにやり。取材会のフォトセッションでもメイク担当に入念に前髪の手入れをされて、すっかり気分はなにわ吾郎だった。